政府は中東への自衛隊派遣についてオマーンの2つの港を補給基地として検討していることが新たに分かりました。政府は中東地域を航行する日本の船舶の安全を確保するため情報収集活動としての自衛隊派遣を検討しています。派遣される護衛艦の寄港地として候補に挙がっているのはオマーンのドゥクム港やサラーラ港で、いずれも海賊対処部隊の護衛艦が寄港したことがあります。政府関係者によるとオマーンは治安が安定し、水や燃料の補給もでき、隊員らの休息地としても適しているということです。また派遣されるのは4500トンクラスのヘリコプター搭載の艦船で、およそ250人が乗り込みます。哨戒機の運用には20人の隊員が対応し、合わせておよそ270人が派遣される方針です。派遣期間は1年で、今月中旬以降閣議決定する方針です。年末には河野防衛大臣がオマーンで国防大臣と会談し、直接協力を要請する予定です。